第6回の人づくりアカデミーの方皆さんご参加いただきありがとうございます。すいません、今日はですね、紹介の方は社長の増田にしてもらいますので、僕は最初に注意点だけご説明させていただきます。毎回ですが、携帯電話の方は皆さん音が鳴らないようにしていただくようにお願いしたいと思います。でよろしくお願いします。大丈夫ですかね。はい、マナーモードとかにしていただければと思います。はい、であと1名ちょっとこれから来られると思いますが、もう時間になりましたので、始めたいと思いますんでよろしくお願いいたします。それでは、社長の増田の方に江原さん紹介していただきますのでよろしくお願いします。皆さんこんばんは。改めまして、水耕株式会社の代表をしております増田です。本日たくさんお越しいただきましてありがとうございます。本日の人づくりアカデミーの講師は流通株式会社の江原武史社長にお越しいただきました。流通さんといえば、テレビ CM も流されてますし、また各メディアで、たくさん、取り上げられてますので、おそらくご存じない方というのはいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います。長らく鳩のマークの引っ越しセンターという大手ブランドの名称で営業されていましたけども、将来を見越されて、独自のブランド作り、地域密着サービス業というブランド作りに取り組まれて、今では本当に地域の中で、キラリと光る大変素晴らしい企業に進化されています。私の同世代の社長、5つ年代で言うと上なんですけども、同世代の社長の中では特に尊敬する社長でいらっしゃいますので、今日こういう場でこういう形でお話を聞けることを本当に楽しみにしております。では江原社長よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました流通の江原でございます。今回ですね、とてもご縁のある、安井子さん増田社長からのご依頼でテーマをこのようなテーマをいただきまして、このようなテーマで話させていただきこうと思いますが、人づくり以前に働き方改革を明日から取り組める簡単な中小企業の働き方改革ということで、多分僕が最も苦手とするジャンルだろうと思われる、テーマをいただきました。働き方改革って最近めちゃくちゃよく聞くんですけど、個人的にはあんまり好きな言葉じゃなくてですね、働き方なんか別に国の政策として決められたくねえよっていう具合に思ってる方の人間なのですが、ただいま過分なご紹介をいただきましたが、うちの会社の名前を本当に知っていただいている方、特に倉吉地区だと創業の地っていうこともあって多いんですが、何をやってる会社なのかっていうのは実は知られてない、どんな時にうちの会社が役に立つのかっていうことが、とても知られてない会社でもありますので、ちょっと会社のご紹介だけ、先にさせていただこうと思います。昭和52年の、7月、倉吉にて創業しておりますので、現在42年目に入ってます。運送会社として、トラックを持って自分の父親が、創業した会社でして、現在鳥取市、倉吉市、米子市、松江市に、4つの店舗を構えております。従業員数パートさんアルバイトさんを入れて、103名、そのうち女性が 30% っていう構成で、まだまだ男子の方が多い会社ではありますが、多分メインの業態が運送会社、とかバス会社っていうようなジャンルの中では異様なぐらいに女性の多い会社ではあります。貨物運送事業と、バス旅行事業、イベント事業っていうのをメインにしておりまして、自分たちの事業ドメインを地域密着サービス業という具合に位置づけております。メインにしてます、貨物運送の事業ですが、現在売上ベースで約半分をトラック関係が占めております。というわけで、半分なので何業って聞かれたら、チェックする場所が、運輸郵便業だとか貨物運送業というジャンルにどうしてもなってしまうんですが、自分たちの会社の中では、運送業じゃない、地域密着サービス業なんだという具合に謳っております。あとサブにしてます貸切バスの事業、今やっとこさバスを16台にしましたが、鳥取県内を中心に、貸切バスを動かしてまして、その関係で旅行業の方もしております。あとイベント事業というのが、よく勘違いをされるのが、自分たちでイベントを企画をして、主催を社としてされているという具合に、思われていることが多いですが、そういう事業もちょっとずつ挑戦はしておりますが、ほとんどの仕事はですね、
まあ、イベントの主催者がおられて、その主催者の、裏方としてお手伝いをさせていただくっていうような、仕事をしております。ルーティンな仕事としては、ガイナイル鳥取のホームゲームの、皆さんがトリスタに、行かれたりすると、まあ、実はチケットをもぎってたりするのがうちのスタッフだったりして、入場者数とかっていう公式発表もうちのスタッフが結構まめに数えて、た結果だったりしてますってことで、それぐらいでだいたい事業の9割ぐらい売上ベースで占めるんですが、その他変わり種としてはですね、蜂の巣の駆除だったり、ペットの葬祭だったり、まあ、ご自宅の片付け、とかをお手伝いをさせていただいたりっていうのは事業をしております。で、うちの会社が何がやりたい会社なのか、よく分かんない、と思いますが、こだわってるのは実はエリアでして、今鳥取倉吉米子松江って4店舗を構えてますんで、それぞれの店舗からだいたい1時間ぐらいで行けるところっていうのをビジネスのエリアにしてまして、正確にはかっちりとは決めてないものの、まあ、だいたい1時間ぐらい鳥取県全域ほぼほぼと、島根県の出雲市までっていうのを、事業のエリアにしてます。で、まあ、このエリアでせっかく縁あって来てくれた社員さんたちと一緒にやってますんで、このエリアで暮らすためのこだわりとして、まあ、皆さんご存知の通り人口がこれ以上増えていくわけがないところでやってますんで、まあ、縮小していく経済の中でも自分たちが縮小していくわけにはいかないということで、まあ、このエリアで暮らすために、幸せに暮らしていくために自分たちなりに成長していこうっていうもがき続けた結果がこんな形の会社になっております。これですね、すいません、変な写真で YouTube 動画をくっつけたらうまく動かなかったものでですね、もしよろしければ流通リクルート動画みたいな名前で検索をしていただくと、まあ、こんな雰囲気の会社だなっていうのが出てくるとは思います。私自身の自己紹介をさせていただきます。先ほど増田さん、社長にご紹介いただきましたが、ちょうど5つ、5学年年上の1973年3月生まれです。まあ、幼稚園の卒園文集を大人になってから読み返して笑ってしまったんですが、社長になるって書いてまして、まあ、そういう意味では夢の通りになってるじゃないかっていう感じなんですが、まあ、よくよく考えるとですね、そもそも創業者だった親父たちに、まあ、親父とおふくろに見事に騙されて、家の仕事ってかっこいいんだって思って育ってるって世間知らずな子だったのがそのまま自分の会社を継ぐっていう形になってます。2007年の9月に社長に就任してますんで、現在12年目、経営トップとして過ごさせてもらってます。で、人前でこうやって話させていただくのに、まあ、自分がこういうスタンスで、いるっていうことをお伝えするために、まあ、最初に自分のスタンスとして、ご理解いただきたいのが、まあ、見ての通りプロの話し家ではございませんし、単なる地元企業のご近所の会社の経営者です。で、僕が経営トップとして最も大切な仕事って何なのかっていうと、当たり前じゃんと思われるかもしれませんが、会社を潰さないことだと思ってます。会社って潰れるもんだっていう前提でやってますんで、僕は親戚中会社をやってる家で育った、タイプなんで、今残ってる会社、うちだけですっていう環境で育ってるんで、やっぱり何か手を打たなきゃ会社ってほっといたら必ず倒れるっていう前提でおります。なので経営トップとしての最も大事な仕事っていうのは、会社を潰さないことだと思ってますし、まあ、先ほど申し上げた通りここのエリアで、ビジネスをしてるっていうのはもう人が減りゆく社会で、まあ、このエリアだけじゃないですよね。基本的に日本中、東京以外は、日本中一緒だと思いますが、そんな社会でやってるっていう中で、前提としては人が集まるところに仕事が集まるっていうのは本当に社長就任直後から、ずっとこれをコンセプトにしてます。最近は当たり前じゃんっていう、具合に、社会的に言われるようになったんですが、ということで僕の中ではただ単に倒産しないために打つべき手として選ばれる会社作り、一昔前はお客様に選ばれるっていうことが何よりも大事だったと思うんですが、今は、まあ、お客様と共に働く人に選ばれるっていうことはすごく大事なんだろうなっていう具合に思ってます。ということで、そんなスタンスで話させていただきますが、ちょっと、うちの会社がですね、強みって何ですかって聞かれたときに、僕は、社風ですって答えるようにしてます。何も作ってないし、何か仕入れて売ってるわけじゃないし、うちのスタッフたちが醸し出す雰囲気、それ以外がうちの強みにはなんないなと思ってます。でも社風って何なんだろうっていうことって僕も正確な定義よく分かんないんですが、
まあ、雰囲気みたいなもの、その会社の雰囲気みたいなもの、社風っていうのは何で作られるものなのかなっていうのをぜひお隣り合わせの方々とちょっと自分ご自分の意見というのをお話をして、ご挨拶がてら名刺交換などをしていただくと、とっても楽ちんかなということで、ぜひ皆さんお隣の方とお話をしてみてください。はい、ありがとうございます。社風ですね、僕は社風って何で作られるのかなっていうのは僕の中での答えなんか実はないんですが、皆さんに和んでいただくために話していただこうという時間を勝手に取りました。ただですね、目指していく社風っていうのを多分分かってるチームとそうじゃないチームってすごく結果的には浸透度に差がつくのかなっていう具合に思ってます。なのでうちの会社はですね、流通イズムっていう名前でこんな形のカードを全社員が携帯をしておりまして、三つ折りのカードでビジョン、ミッション、ビジョン、クレドっていう3項目で、まだ全然できてないけどでも将来的に最終的にはこういう姿になっていこうぜっていうのを、共有をするようにしてます。うちの会社のミッション、流通が存在する理由として、私たちは地域密着サービス業という仕事をポピュラーなものにしていく仕事を、挑戦を続ける、ユニークな会社です。地域の方からなくなったらええだな、寂しくなるなと言われるほど欠かせない会社を目指しますということで、自分たちどんな会社になろうかって一言で言うと、いや流通なくなったら困るよねって言ってもらえるような会社になろうという、とってもアバウトなものをミッションにしてますが、そのおかげでいろんな事業に実は挑戦しやすいっていう社風にも、つながってるのかなって思ってます。で、社風っていう意味ではビジョンとして、流通が目指す3つの社風っていうのを謳っておりまして、1つ目が流通は働くところ、わざとこの傍らの人を楽にするっていうような文字を使ってるんですが、地域密着サービス業のリーディングカンパニーである私たちは常に身近な人たちの役に立つ存在であり続けます。私たちは深く家族を愛し同僚への感謝を忘れません。自らの住まいにいる人から順に楽にする姿勢を大切にします、ということだったり、これですね、リクルート政策上も実は目指す社風っていうのを僕が会社説明をするときにはこの辺しか話してないって言ってもいいぐらい、待遇のこととか全然話さないんですけど、地域密着サービスとか言ってるとすごい地域貢献意欲の高い方とかがいらっしゃるんで、よくよく話してると、それはもしかしたら公務員を目指した方がいいかもしれない、向いてるかもしれないって思うことって結構あるんですね。我が社の中では1番家族、2番が同僚、その先にいるお客様を通じて地域貢献をすればいいっていう具合に割り切ってるので、実は地域密着サービス業なんだけど地域貢献というのは別に、そんなに打ち出してません。お客様っていう言葉も目指す社風の中ではないところも若干、まずいかもしれないって最近思ってますが、でも、お客様と働く人どっちに選ばれるかっていうのはすごいバランス感覚として難しいところですが、これ作った当時、5年か4年前ですね、その頃は、お客様より働く人だなまずはって思って、そんなのを形にしてます。2つ目が流通は学ぶところ、社会人としての勉強っていうのは実はとっても我が社の中では大きなキーワードでして、会社人としての勉強は流通の社員としての勉強っていうのは当たり前に先輩が、後輩に教えるっていうのは昔から普通にありますし、どの会社でもあると思うんですけど、今うちの会社の社員さんたちって半分ぐらいは新卒から我が社に入ってくれた、メンバーです。自分が社長に就任して以降新卒採用を続けてますんで、そんな中で初めて働く会社が社会人としての勉強をさせてくれたなって思ってくれることって、実はとっても大事にしたいなと思ってまして、僕自身も、社会人としての勉強っていうのを、今でもしたいと思ってますし、会社の質的な成長のために、私たち社員自身の幸せのためにもそれってすごく大事だなっていうことで、勉強好きな人は基本的に来るわけがない、業態の会社なんですが、会社に入ってからは社会人としての勉強っていうのはあえてするっていうことを、挑戦をしてます。で、3つ目の社風、流通は挑戦するところ、地域密着サービス業のリーディングカンパニーである私たちは地域に欠かせない会社であり続けるための努力や工夫を怠りません。代替はないと言われるほどの会社を目指します。未経験なこと、面倒なことに挑戦する姿勢を大切にしますっていうようなことを、3つの社風として働くところ、学ぶところ、挑戦するところっていうのを、明示をしてます。
でもっとそれを細かくしたのが、クレドとかで、まあ、私たちは3年前と同じことをしてないことを大事にする進化し続けるチームですっていうようなことを歌ってるのですが、この辺を浸透させていくためにですね、あのクレドミーティングっていうのをこんな形で、手元にカードを持って何人かで、朝礼後に週に2回だけ、火曜日と金曜日だけなんですが、自分の考え方を、役職とか立場、社歴に関係なく話してっていうようなことをしてます。で、そんなことで一人で喋ってるの疲れてしまうので、今回の働き方改革テーマに、近づけていくためにですね、中小企業が大企業に勝てるところっていうのは多少なりとも僕はあると思ってます。多少しかないとも思ってますが、多分ほとんどの方が僕と同じような中小企業のオーナーだったり、そこで働いておられる方々なんで、中小企業が大企業に勝てるところって何なんだろうっていうのをちょっと1個もしくは2個隣の方に自分はこう思うっていうのを話していただけると、僕は後で後ほど聞いてみたいので、ぜひ。大企業にいたことないんで、まあ、正直分からないんですけど、まあ、自分たちの意見が分かります。通るとは言いませんけど、まだ通りやすかったり、聞く耳を持ってる場合です。なるほど。そういったところで新しいアイデアが生まれるかなと。ありがとうございます。すごい新しい答えで初めて聞きました。でも、いいですね。僕も多分かなり自由度の高い経営をしているつもりです。本田さん、いかがでしょう。僕ですか。あとは、まあ、もう一緒に話をさせていただくんですが、あとはレスポンスですか、ね、決断の速さ。なるほど、いいですね。通過感度が少ない。はい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 。僕もそこは一つ、二つにあるとしたら一本そこだなって思ってます。ちなみに僕一つ絶対これ大企業に中小企業が勝てるところの一つが人間関係の濃さだと思ってます。分かるじゃないですか、家族構成から、バックグラウンドから。そこって弱みにもなるけどほとんど前強みになって、まあ、風通しの良さによる情報共有力、なんとなくこいつが今どういう状況にいて、トップが何を考えているのか、新入社員が何を考えているのかって多分大企業よりは勝手に伝わりやすいのかなって思ってますので、そこを磨くために情報共有力、を高めていくっていうのが多分働き方改革とか以前に中小企業の強みを磨いていくっていう意味ではすごく大事かなっていう概念を持ってます。ということで、うちの会社がポツポツとやってる情報共有のための、工夫っていうのをいくつかご紹介をしようと思います。まずうちの会社の朝礼風景、これ分かりにくいですが、これ大画面テレビなんです。うちの会社はテレビに向かって朝礼をしてるんです。なぜそんなことをしてるのかっていうと、ここにプレイシー本社、名護、鳥取、松江って書いてあるんですが、4拠点あるんで、ちょうど画面を4分割してテレビ会議システムを使って同時に朝礼をしてます。まあ、見ての通り、朝礼のタイミングでいる社員さんだけでやってるんですが、同じ、時間を1日のスタートを共有するっていうだけのことなんですが、意外とこれやり始めてから、一体感って出てきます。こういう情報共有力ってすごく大事だなって思ってます。あとありがとうカード、これってよその会社でも結構使われてるかもしれない、ツールなのですが、単なる、どれぐらいかな、名刺よりもちょっとちっちゃいぐらいのカードを使ってて、まあ、これを、口でありがとうを言うよりちょっと心に残るものとして、渡すっていう文化を作ってます。文化を作ってるって言ってもですね、やらない人はちっともやらないんですけど、一応やる人にはちゃんとご褒美を、ということで、社員の場合ですね、1ヶ月に10万以上書いたら1000円、パートさん、アルバイトさんは、5万以上で1000円っていう手当を付けております。
でも書かない人は書かないけどね。で社内法、多分ですね、社内法一定の規模の会社になると社内法っていうのを作られてるパターンが多いのですが、うちは一定の規模かどうか極めて疑わしい規模なので社内法を作りに挑戦して 3,4 回挫折をしてます。で今回の社内法はですね、何年続いてるんだろう、もう、まあ、完全にレギュラーで、5年ほど続いてます。で5年ほど続いてますっていうか、もう完全に多分取ることができないぐらいになってるのが、社内法作りをメイン業務としている社員が1人います。総務部門だとか営業部門のついでにお願いをしてたらやっぱり続かないし、こっちも言えなかったんですけど、毎月の社内法を、発行するっていうことを、まあ、君のメイン業務だっていうことを社内広報、社内広報担当、という位置づけですることですごく定着をするようになりました。ちなみにですね、これ A4 サイズなんですけど、 A3 の紙を何ページかにしたのを A4 サイズに2つ折りにしてっていう社内法なんですが、それをさらに3つに折って、配布方法はですね、企業明細の袋に入れてるんです。これなぜそんなことをしてるのかっていうと、社内法をただ単に渡してるだけだと、まあ、置いて帰ったりする人もいるんですね。で、言うても担当社員がめちゃくちゃ力を入れて、それなりのものを作ってるし、会社としての、月次決算情報とかも実はこれで共有をしてます。なので給与明細をもらってる人はアルバイトさんでも、これを必ず持ってるんですが、一番伝わりやすい、本人たちが必ず家に持って帰る、一人一人が持って帰る方法として給与明細に入れるっていうことを、してます。でもう一つの効用がですね、この給与明細に入れてるとですね、男性社員の場合だったら奥さん、に伝わる、家庭に持って帰ってくれるっていう効果があるんで、会社のことを理解してもらう、家族に理解してもらうっていう意味でもすごく効果を発揮してます。一番最初に給与明細に入れた時はですね、一言もそれを言わずに、明細に入れたんで、みんなもらった瞬間になんか入ってるってざわざわってしたんですが、開けてなんだよっていうことになったのですが、まあ、今は本当にこれを楽しみにしてるって言ってくれる社員さんだったりがいるんで、とっても、いいコミュニケーションツールになってるなって思ってます。あとうちの会社はですね、リクルート担当の社員さんが、飲み会とか多い会社なんで、もし苦手だったらやめた方がいいかもしれないって、そういうせっかく来てくれる人にそんなことを言うなよっていうことを平気で言うんですけど、飲み会、っていうのは結構な頻度でやってます。忘年会とかっていうごくごく一般的にやってるもの以外にですね、月次の部署飲み会っていうのがあって、これやらない部署もあるんですけど、1人当たり、3000円の予算を、各部署に与えてて、対象者、例えば10人の部署だったら5人以上、対象者の 50% 以上、5人以上が参加をする飲み会には3000円を出しますっていう、のをしてます。不思議なことにこれ毎月していいよっていうことをしてますが、毎回毎回毎月じゃなくていいんで、2ヶ月に1遍でいいんで6000円にしてくださいとかいう件絶対出てくるんですが、これも回数だと、内容じゃない、うまいものじゃない、回数だということでノーを言い続けてますが、業績のいい部署はですね、かなりの参加率で、お酒飲まない子いっぱいいるんですけど、うちも若い子が多いんで、かなりの参加率で、しかも毎月開かれる、僕も身柄が空いてる時には参加をするようにしてますっていうようなことをしてます。あとそうですね、お誕生日会っていう奇妙なものがあるんですが、これは4つに物理的に部署が分かれてるんで、1月生まれ2月生まれとかをピックアップしていくと、まあ、ちょうどいい感じの、大体今ちょうど正社員で60人ぐらいの会社なんで、まあ、ちょうどいい感じで 4,5 人ずつぐらいになるんですね。なのでそこは部署ミックスにして、今年は1月生まれは松江でやろうみたいな感じで飲み会をしてまして、その時はですね、特別待遇として直属の上司たち、管理職たちをですね、運転手に使ってですね、代行代わりに、まあ、代行屋さんの代行費用出しちゃいいんですけど、まあまあそこよりも、コミュニケーションも取れるしいいかなということで、めんどくさいですよ、社員さんを上司が車を置きに帰るのを家までついて行って、車を置いてもらって飲み会の場所まで送りに行く
っていうようなことも飲む人にはやってます。まあ、心置きなく飲んでもらおうというような趣旨でしております。あと、まあ、社員旅行ですね、ご来旅行会社もしておりますんで、はい、ご依頼はいつでもお待ちしております。家族交流会っていうのもやってまして、これは親睦委員会という業メンバー各部署から、メンバーを出してもらって、社内で委員会を作ってるんですが、年に一度はその家族が巻き込んだ行事っていうのを企画してっていうことをお願いをしてます。これは夏場の行事だったんですが、今年はですねすごくハードルの高いことを考えてくれてですね、12月の2週目に体育館に集まって運動会をするっていう恐ろしい企画を考えてくれてて、まあ、こけないことを祈っておりますが、毎回結構な人数が出てくれるんで、まあ、僕にとってはすごく、いい機会になってるし、後ほどお話をします。この家族交流会とかでですね、奥さんとかと会ってると家庭の、まあ、雰囲気っていうのが何となく読めてくるんで、まあ、実は男子の社員が育児休暇を取るっていうのをうちの会社ではそんなに珍しいことじゃないんですけど、その辺も実はこの家族交流会とかで奥さんに会ってる、僕自身がそんなのに合ってるっていうような経験もすごく大きく影響してます。あとうちの会社の変わったルール、雑談を推奨してます。集中したい時には僕も、部屋にこもったりすることはありますが、基本的に、うちも部屋なので、雑談をしながら、仕事をするっていうのは悪いことだという定義付けには全くしてなくて、逆にこの距離感で情報共有が進むからってメールをして済ますのは悪いことだっていう具合に続けてます。これは異論もあるとは思いますが、うちの会社では、うん、隣の人とメールをするのはないな、っていう具合に今は判断してます。あと、まあ、社会人としての勉強っていう意味では、新入社員さん対象に社長塾っていうのを開いておりまして、これちょっと古い写真で申し訳ないですが、近子先生にもご活躍をいただいて、はい、講師役をお願いしたり、してですね、そんなイベントも社内でしたりしております。うちの会社もですね、アールツアカデミーというのを、水子さんの人づくりアカデミーに先駆けて、開始をしまして、石丸さんはめちゃくちゃね、レギュラーメンバーのように来てくださって、うちの会社ひどいんですよ、朝の7時にスタートするというで修行前に、するというパターンでやってたんですが、社外からもメンバー来ていただいて、岡野さんに第1回をしていただいて1年間、続けたんですが、ちょっと今第2期1年間毎月結構な力を入れてやってたらですね、若干疲れまして今休憩中です。石丸さんすいません。また再開をしようと思ってます。で、うちの会社の来ていただいた方がよく指摘をいただくのが、みんなが立って挨拶をしてびっくりするって言われることがあるんですけど、実はブランドプロミスっていう、まあ、社外に公開する約束事として一番目に来客時に全員が立ち上がってお出迎え、お見送りをしますっていうようなことを歌ったりしてます。この辺が、まあ、さっとできるっていうのを、みんなが同じ行動するっていうのは、まあ、実はとってもちっちゃい会社にとっては情報共有を密にしていくっていう意味ではすごく大事なことかなっていうふうに思ってます。で、やっと働き方改革絡みの話にちょっとずつ近づけていこうと思いますが、ぜひお隣の方とまたお話をしていただいて、僕にちょっとヒントをいただきたいのが、バカンスを取るような国々、欧米諸国のバカンス文化のある国々とそうじゃない、まあ、そうじゃないとは言い切れないけど、一般的にバカンス文化ってそんなないじゃないですか、日本を含むアジアの諸国って。その休みの取り方ってそもそも何が違うんだろうっていうのを考えて、お隣の方とシェアをしていただくと、やっと本題に近づいていくと思います。ぜひお隣の方に、何が違うんだこの休みの取り方の文化ってっていうのを話してみてください。はい、ありがとうございます。どうでしょう、石田さん、欧米諸国とアジア諸国の休みの取り方の違いって
どんな違いがあるっていう。はい。まとめて休みを取る。はい。なるほどなるほど。なるほどですね。ありがとうございます。スミさんいかがですか。なるほど。ありがとうございます。僕は冒頭にですね、働き方改革って言葉も実は嫌いっていうことを言ってたんですが、僕思いっきりサービス業の経営者です。の日祝日忙しいです、うちの会社で。そういう環境でやってる中で政策的に祝日が増えていくとか連休が増えていくって、実はうちの社員たちにとっては人が休んでるのに休めない日が増えていく、忙しい日が増えていくっていうことでもあるんです。ということで決して好きじゃないのが、今の働き方改革というよりも祝日ガンガン増やしていこう、連休増やしていこうっていう政策は僕はサービス業の経営者としてそんなに好きじゃない、でもそんな中でうちの会社が会社説明会でリクルート担当の社員さんが、我が社のことを語るときに僕は後ろから聞いてて、これは名台詞だなと思ったセリフがあります。我が社にはゴールデンウィークはありません、でも好きな時にゴールデンウィークを作れますって言ってたんですね。僕は全面的に我が社のリクルート政策で、実は後ほどシェアをしますが2週間連続休暇制度っていうのがあります。でもそいつはリクルートの時には僕は全面的に使いません。休みが大好きな人が来てもらってもそんなに嬉しくないから、どっちかといえば理念に共鳴するような人に来てほしいなって思ってるけど、でもなぜこんな制度を作ったのかっていうと、今ちょっと社長が準備をいただいているので、ワーカーホリデーっていううちの会社で呼んでる制度がありまして、連続休暇制度を実はこっち側がそのルールブック、これが休暇のスケジュール表なんですが、ちょっとそのルールを皆さんにせっかくおいでいただいているので、そのままプリントしてきました。我が社の書式です。でこれうち7月が事業年度なんで、7月から8月、9月、10月、11月、12月っていう感じで、これ横軸がうちの、毎月の1ヶ月で、この黄色線のところが一人一人の社員さんがこの連続休暇を取ってる時期、っていうやつなんですね。手元にそろそろ行き渡る頃なので、ちょっとこのちっちゃい文字なんで読ませていただきます。これ平成30年5月16日なんで、今ちょうど新興年度の実施要項になってます。概要として1番、14日間を連続して計画的に休暇取得する、通称ワークワークホリデーを実施するということと、対象事業年度7月1日から6月30日の間に対象者1人につき1回これを取るよということ、3番が取得の希望日を、別期の期限までに所属庁に提出して会社に申請してねということ、ただし書きで第1希望日と第2希望日の開始日を1ヶ月以上空けることとするっていうのなんかは後々、これ実は10年以上前からやってる制度なんです。これ後々この1ヶ月以上空けてねというかいうルールが加わったのが、これ7月8月なんですけど、やっぱ8月の夏休みシーズンとかもめちゃくちゃ多いんですね、申請が。で第1希望と第2希望が両方8月だったりすると、管理職たちがいやいやこれじゃさすがに回らないっていうことが起こってしまうので、1ヶ月空けてねっていうルールを後から加えたりしてますですね。4番が、業務に支障をきたすと予想される取得希望日程についてのみ、時期の変更を命じることがある。これめったにないですが、第2希望になる人っていうのがやっぱり数人出てきます。で5番が管理職の会議において対象者全員のワクワクホリデー取得日程を決定して、事業年度のスケジュールとして前期のうちに確定をするということで、事業前期のうちにこのカレンダーっていうのを作っちゃいます。ちなみにこの赤いところが、社長って書いてあるのですが、こいつはまだごめんなさい、平成26年の時期なので
なんか線が短いなと思ったらまだ10日間の時期ですね。これ実は最初から僕は2週間の連続休暇制度を作りたかったんですが、我が社で管理職の反対に猛反対に遭いました。現場を任されている管理職に立ちしてみれば、お前は何を言ってんだ、できるわけねえだろっていうところで、当然反発があってですね、一番最初は実は1週間からスタートしてます。で1週間で何年か回して、それを10日間に伸ばして、これ平成26年の事業年度なんで、10日間バージョンの時ですね。で2週間にしたのが、やっと今3年目に入るのかな、ここ 2,3 年の話です。やっと当初の目標だった2週間連続休暇っていうのを、まあ、10年がかりで達成したっていう、まあ、結構昔から取り組んでる、事業だったりします。でこれ結構ですね、後半の部分が運用規則っていう具合に書いてるんですが、運用規則っていうのもめちゃくちゃ厳格に、やってます。まあ、そもそも対象者は、2年生以上の社員さん、っていう具合に限定してます。1年目はさすがにまあ、そもそも年休もほとんどないですんでなしよっていうことにしてます。で、まあ、2番目は大したあれじゃないですね。2番目の後半のところにひどい、ことが書いてありますが、前期のいずれにも該当のない場合は欠勤扱いとする。年休フルに使っちゃっていいんで、それでもなければ欠勤してでも休めよという、ひどいルールが書いてありますが、今のところさすがにそうなった人はいません。3番目、管理者またはその代務者はワクワクホリデー期間中の対象者に支給を求めてはならない。これはちゃんとこれを明記しておかないとですね、当たり前のように出勤を求めてしまうので、もうこれは例外なく、出勤求めないっていうことは、徹底してます。で、4番、決定済みのワクワクホリデー日程の変更には社長の承認を必要とする。10年間で1回も承認をしたことがないので、今や誰からも申請が来たことがないですが、一応ずらせることには、なってますが、基本はせっかくもう会社のカレンダーに入れちゃうのでずらしません。でなぜなのかっていうのが5番が一番大事な部分なんですが、対象者はワクワクホリデー期間中会社に来たり連絡してはいけない、本規則の精神にのっとり円滑な業務のため社内同僚への引き継ぎを期間までに計画的に行うことを対象者の義務とするっていうのを、まあ、大きなルールとしてます。言い訳が効かないんですね。これ全員が持ってるカレンダーとして会社にベンって貼ってあるもので、もうこの期間私2週間いませんっていうのが分かってるんだったら、この期間までに来るであろう仕事、同僚に引き継いでいこうよっていうことを当たり前のように我が社の中ではルールにしてます。なので最初1週間で始めた頃は1週間だとごまかしが効くんですよ。今週お休みいただいてますって言えば、翌週出てきた時にこれやっといて、ね、くださいね、こんな電話がありましたっていうメモを残しておけばいいんですが、2週間さすがに待たすとですね、お客さん離れちゃいますんで、そうそういうわけにいかなくて、2週間にしてからは本当に完全に引き継ぎをされます。2週間待ってくださるお客様今の時代、まあ、いないって思ってもいいですし、っていうわけでうちの会社では休暇をして出てきて会社に残ってるメモ、でその人の実力が判断をされるっていう具合にしてますが、まあ、仕事を抱え込むタイプの人がいたら、その人しかどうしても分かんないことっていうのが発見されちゃって問題事項が起こってくるんですけど、結果的にはこれこれ出てきたらこういうところがあったんでやってくださいっていうメモの残し方になっちゃうんですね。でもきちんと情報共有ができてる人、もしくは仕事のやり方をちゃんと教えてる、っていう先輩たちが休んだ時っていうのはメモの残し方がこれこれやっときましたっていうだけの、メモの残し方になります。なのでうちの会社ではどうしても人にシェアすることが苦手な人っていうのは、うちの会社にも当然いるんですけど、でも2週間いない間に業務止めたらいかんぜ、しかも計画立っていくんだぜっていうことを前提にしてるんで、基本はそのための引き継ぎっていうのを当たり前にするようにしてます。でこの赤線がですね、実は対象者社長もなんです。この中経営者の方も何人かいらっしゃいますんで、我々そんなに制度にのっとって休むぜって言わなくても止める人は今いないオーナーですんで、休もうと思ったら当然休めるんですけど、でも社長がいない瞬間っていうのも最初から分かってるっていうのを会社にあえて作るっていうのは僕はすごく大事だなって思ってて、僕も2週間普通に休んでます。
この期間いないよっていうことを前提に、あの会社の金庫の開け方とかも、引き継いで出ていくっていうことにしてます。でこんなことをしてたらですね、副産物としてこれ長年やってると、あのちょっと変わったところが、育児休暇とかってあのうち、まあ、当然女性は 100% 取られるっていうのはどこの会社も、近しいと思いますが、うち男性社員も2人に1人は取っちゃうんですね、しかもなんちゃって育休じゃなく1ヶ月単位で取ります。っていうのが当たり前のようにだいぶ前からあってですね、この第1号で取得をした南さんって社員さんは、あの3人目の娘さんが生まれた時に、初めての育休を取ったんですけど、会社としてあの男性育休の第1号でした。3人目できましたっていう報告を受けた時に、奥さんに育休取った方がいいかどうか聞いてみなって、僕2人目の時も言ったんですけど、冗談だと思って聞いてなかったそうです。で事例もなかったんで、3人目が生まれました、できましたっていう時に奥さんに聞いてみなって言ったのは、家族交流会とかで毎年会ってるんで、これ絶対取ってほしいタイプだなっていう認識をしてたんで、案の定やっぱり取ってくれっていうことになって、彼は2ヶ月、取るっていうのを決めて、結局大変で1ヶ月で戻ってきちゃったんですけど、子育て家庭の方が大変だったっていう笑っちゃう話だったんですが、うちの中ではとってもワーカホリックで有名な彼が第1号だったこともあって、割と普通にこんなことが、取れるようになったのも、実は彼自身がワーカホリデーがきっかけだった、自分がいなくても会社普通に回るんだっていう確信があったっていう、のを言ってくれてます。でこんなことをしてるとですね、いろんな形で本当に候補されるようになってですね、日経トップリーダーに書いていただいたり、倉石から表彰いただいたり、鳥取県の広報誌に載ったり、鳥取市の広報誌に載ったり、テレビでコメントを求められたりっていうようなことをしているので、多分働き方改革がこの会社は進んでるだろうということでこんなお題をいただいたと思いますが、ちっとも進んでません。今の育休制度とかも特別な、ものって全くなくて、普通に会社からは無給です。その代わり社会保険からの給付をフルに受けてねっていうような、特別なことは何もしてない、っていうのが実は我が社の、基本的なやり方ですし、年休も全然フルに消化していいよっていう仕組みにしてますが、特別休暇とかは全くゼロです、っていうことで、多分やろうと思ったら簡単にできちゃう、ハードルの低いやり方をしてますということで、社風作り、働く人を、メインに据える社風作りっていうのをメインに考えてるんですが、人が社風を作る、でその社風がまた人を呼ぶっていうのはすごく感じることで、今うちの会社、今年からですね、今は鳥取島根求人 .com っていうサイトを使ってますが、実は12月にもう一個サイトを、別ブランドのサイトを立ち上げるんですが、人材サービス、その会社に人材を紹介するっていうような事業を開始してますが、この辺も我が社に人が集まってきてくれてるから打てる手だっていう具合に思ってます。9月に日経新聞に取り上げていただきました。でも主力にしてる営業パーソンたちは、実は1年生の社員だったりします。ってことで、僕は実は第一にしてることっていうのが、これはどなたの言葉だったか忘れてしまいましたが、すごくピンときた好きな言葉が、プアなイノベーションより優れたイミテーションって言葉がすごい僕にはピンときてて、今ご紹介した制度とかってほとんどよその会社のパクリなんです。僕がオリジナルで開発したものはゼロです。ワクワクホリデーっていう名前で検索をすると、たまにうちの会社が引っかかったりしますが、その連続休暇制度のワクワクホリデーという名前そのものもパクリです。トーマさんという公認会計士事務所さん、が東京に大きなコンサルティングファームがあるんですが、そこの社長さんがだいぶ前からされている方策を、そのキャッチーな名前ごと勝手にいただいた、っていうのを自社の事例にしちゃってるだけです。なので、下手に、自分なりに工夫をするよりも真似をしちゃえばいいじゃんっていうぐらいに自分は思ってます。というわけで、今日ちょっとせっかくご紹介したんで、皆さんに差し上げた我が社の書式、ワードデータで真似するからそのままくれっていう方がいらっしゃったら、いつでも言ってください。僕は人の真似をしているように皆さんにも全然差し上げます。
で、あの先ほど、おっしゃってくださいましたが、中小企業の強み、一つは情報共有力だと思ってますが、もう一個は本当にスピード、意思決定の速さだと思ってます。あのうちもそうですけど、ほとんどがオーナー企業だし、あの会議しなきゃ決められないことってあるかもしれないけど、基本は決めてしまえば、あのやるかやらないかっていうのはさっと判断ができるっていうのが中小企業のすごく強いところだなっていう具合に思ってます。なので、まあ、すぐやるっていうこととしまったと思ったらすぐやめるっていうこと、実はあのその回復の速さっていうのが我々中小企業の強みかなって思ってます。あの水子さんのブランディングもうちのブランディングも、前回の人づくりアカデミーの先月の講師の丸尾龍介さんって方に手伝っていただいて、僕もすごく影響を受けている同世代のメンバーですが、村尾さんがすごいことをさらりと言われたことがあって、中小企業からスピードを取ったら何も残らないっていうことを言われたことがあって、僕も本当にそれはそうだなって思ってます。あのたまに大企業の人と一緒に仕事をすることがありますし、まあ、ちょうど今地元の大企業から出向でうちの会社に来てもらったりしているメンバーもいるんですけど、やっぱり大企業を務めているメンバー悔しいけど優秀です。あの仕事早いし処理能力高いし、でもそこで我々が勝とうと思ったら、まあ、このスピードの速さと、お互いの環境が分かっている、強みや弱みが分かっている、情報共有力っていうのを生かしていくしかないなっていう具合に、あの今のところは思ってます。ってことで、拙い話ではございましたが、自分の会社や我が社、自分の業界っていうのを憧れの存在にすることっていうのは、ちょうど先月村尾さんも、紹介をしとられたマイクレード作りの中で紹介をしとられたフェイクティルメイキっていう言葉、僕もすごく大好きな言葉でして、なりたい自分があるんならすでにそうなったかのように振る舞いなさいっていう言葉です。ということでですね、全然いい経営者でも何でもない、自分ですが、でもいい経営者になりたいと思ってます。いい会社にしたいと思ってます。なので皆さんの前で生意気にも、こんな時間を取らせていただきました。本日はご清聴ありがとうございました。はい、江原さんありがとうございました。では皆さんすいません、もう一度拍手をお願いできますでしょうか。はい、お時間も、ぴったりしていただきまして、もう少し、江原さんおられるということなので、このワードのものとかも含めて名刺交換とかしたりして質問があれば、聞いていただければと思います。でよろしくお願いします。でもう一つですね、来月ですね、先ほどのお話にもちょっと出てきておりましたが、来月は、第7回ということで12月14日、ですね、先月も来ていただきましたスターブランドさんの、ナンバー2コンサルティング、コナさんの方に講演をしていただく予定になっておりますので、皆さんまたお時間取っていただきまして参加いただければと思います。はい、それでは、以上で、今月の人づくりアカデミーを終了したいと思います。ありがとうございました。